こんにちは、アンドロイドのお姉さんです。私はただいま鹿児島中央駅に来ております。やばい、遅刻だ。必死に走っております。というわけで本日も最長片道切符の旅を始めていきます。もう切符がボロボロだ。本日最初に乗る列車は鹿児島本線の仙台行き普通列車。というわけで乗車していきます。改めましてこんにちは、アンドロイドのお姉さんです。鹿児島中央駅を出発してしばらくするとお城が気になってちょっと調べてみたんですが、このお城、歴史的な建造物というわけではなく、株式会社上野城という法人らしいです。なんか結婚式場として使われているみたい。さて、鹿児島本線、山の中を走っていきます。本日は鹿児島本線、九州新幹線、鹿児島本線と乗り継いで九州を北上していきます。鹿児島本線は九州新幹線の並行在来線になるので、新幹線で一気に進むことも可能なのですが、まあ在来線の方が距離が長いので、ここは真面目に在来線使いました。というわけで川内と書いて仙台駅に到着。この度二度目の仙台駅ですね。もう東北は遥か昔のことのように感じます。そしてこの駅で少し乗り継ぎ時間があったので、朝ごはんを探しに駅直結のショップへ。ファミマやな。このショップで衝撃的な名物を見つけてしまいました。しんこ団子1本65円。ちょっと名前を大っぴらで言いにくい感じの仙台名物団子。そして昨日宮崎で買ったのど飴を隣に添えると最低な食べ合わせ。気になるうんこ団子のお味はというと、めちゃめちゃシンプルな味付け。なんか甘いとか辛いとかじゃなくて、餅本来の味っていう感じです。この強烈な名前、由来は諸説あるのですが、鹿児島弁で小さい団子のことを鎮火団子といったことから、それがなまって鎮火鎮火鎮火団子になったのだそう。そう、決して下品な食べ物ではないので、皆さん胸を張って食べましょうね。鎮火団子で腹ごしらえをしたところで、次は九州新幹線新大阪行きの桜号に乗車していきます。この先の区間においても在来線の方が距離が長そうと思う方いらっしゃるかもしれませんが、この先仙台八代間は第3セクターの肥薩オレンジ鉄道を挟むので、 JR 縛りの最長片道切符の旅ではこの区間は九州新幹線を使うことになります。新幹線は県境を進み熊本県に入って行きます。乗車してから30分ほどで熊本県の新八代駅に到着。駅構内には八代市出身の八代亜紀さんの絵が飾られていました。絵がめっちゃうまいな。さてここで再び在来線鹿児島本線に乗り換えていきます。このまま2時間以上かけて一気に福岡県の久留米を目指すので、熊本っぽいことできないかなと思ったのですが、まあくまモンがいればいいでしょう。くまモン、なんかこの画角だとゆっくりしていってねって言いそうですよね、くまモン。続いて12時9分発銀水行きの普通列車に乗り込んでいきます。のどかな田園風景が続いていきます。
政令指定都市及び熊本県の県庁所在地である熊本市の代表駅、熊本駅も出発していきます。熊本駅には首から下が地中に埋まっている巨大なくまモンがいて可愛いのですが、今回は見れずでしたね。途中の荒尾駅で1回乗り換えがありました。荒尾駅は熊本最北端の駅、出発した列車はすぐに福岡県に入っていきます。 JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車はワンマン特選機です。もうすぐ久留米に到着ということで、久留米、グルメと韻を踏んで検索してみます。たまにいつもどうやってご飯屋さん探してるんですかってコメントいただきますが、普通に検索して探してます。新越代を出発してから2時間10分、福岡県の久留米駅に到着しました。ちょうど次の列車まで1時間ほど時間があるので遅めのランチを取ることに。ただ久留米は西鉄久留米駅の方が栄えているらしく、そこまでは行けないので駅町1丁目という商業施設でランチを取ります。やはり久留米といえば豚骨ラーメンかなと。重ね豚骨絞りだって、呪文みたいだ。細いストレート麺が濃厚豚骨スープによく絡みます。ただくどさはなくスルスル食べれる一品。いやー、ラーメン食べたかったから駅中でサクッと食べれて嬉しかったです。3時になったら久留米駅前のからくり時計が動き出しました。私はこれが見たくてラーメン結構急いで食べたのですが、私以外に興味を示している人ゼロでした。まあ日常的に動いてるからそんなに珍しいものでもないのかな。久留米出身の発明家で東洋のエジソンと呼ばれ、後に東芝の創業者となった田中久重氏の太鼓時計がモチーフになっています。からくり時計の語りを全部聞いていたら電車を乗り過ごしてしまうので、適当に切り上げて駅に向かいます。次に乗車する列車は九大本線特急湯布院の森。ここに来て観光列車に乗車していきます。床が高いハイデッカー構造になっていて、車窓からの景色をより楽しめるようになっています。湯布院の森は1日2往復毎日運行なので、正直余裕だろうと思って久留米でチケット取ったのですが、空席ギリギリでした。危ない。やっぱり春休みシーズンの観光列車は混み合いますね。というわけで久留米駅を出発。ここから湯布院に向け走っていきます。実を言うとこの最長片道切符の旅のルートに湯布院は入っていないのですが、この列車に乗ったら湯布院行かなきゃということで寄り道します。車内窮屈で混み合っていたのでパブリックスペースに移動してきました。ここでなら気兼ねなくアイスも食べられます。硬い抹茶アイス美味しかった。
列車で40分ほど走ると車窓から日田の町が見えてきました。最長片道切符のルート通りに行くならば、ここを日田駅で降りて日田彦山線の代行バスに乗る必要があるのですが、今日は湯布院に寄り道するのでここでは降りません。天ヶ瀬駅を過ぎると右手には珍しい二段落としの滝、祇園の滝が現れます。車内放送もあり、スピードも落としてくれるので、車窓から滝をバッチリ見ることができます。多少マイナスイオン感じますね。湯布院に近づくと車窓から湯布岳が見えてきます。すごく雄大ですね。久留米駅から乗車して約1時間半ついに湯布院駅に到着しました。ちょっと思いつきで来てしまったので、ここまでの乗車券も精算します。こちらが領収書1310円でもう、この駅から一歩出ると目の前に湯布岳がドーンと広がる景色、この景色は何度見ても感動しますよね。本当に美しい。とりあえずメイン通りを歩いているのですが、到着したのが17時ということもあり、もうそろそろお店閉まりかけていました。それにしても不意に目に映る風景が美しいこと。スイーツ店やお土産屋さんなどが立ち並ぶ湯の坪街道も見てみることに。ただ17時閉店のお店が多く、ほとんど閉まっていました。観光客は夜ご飯旅館で食べることが多いのか、湯布院の夜は早いみたい。そして湯布院に来るたび訪れる金輪湖にもまたやってきました。3回ほど来てるのでもういいかなとも思ったのですが、なんとなく足を運んでしまうような、そんな魅力があるのです。あ、綺麗。この時間帯、人があんまりいなくて静かで美しいですね。なんかジブリでいう思い出のマーニーみたいな。あんま覚えてないけど。金色の鯉も泳いでいます。やっぱり湯布院は心洗われますね。金輪湖のそばに立つ共同浴場シタン湯も毎回来るのですが、めっちゃ混浴らしく、いつも見るだけで入る勇気は出ないですよね。しかも今回は物理的にも入れませんでした。そして日が落ちかけてここから今日泊まるホテルまでは徒歩でなんと30分。途方に暮れてとぼとぼ歩いていたら、なんと視聴者さんに声をかけてもらえて、善意で車でホテルまで送ってもらうことに。いやー、多分私の顔にめちゃめちゃ悲壮感が出てたんだろうな。歩けなかったな。すごい。ここなんて言うんでしたっけ？なんとかハウハウじゃないのか。名前ついてんのかな。なんだっけ？九十なんだろう。十連山なんだろうハイウェイみたいな。めっちゃいいですね。ここね、すっごい綺麗。ドライブ楽しいなこれ絶対。いやー、どう考えてもこんな山奥歩けなかったので本当に助かりました。到着。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、いやー、久しぶりにバックパッカーみたいなことしちゃいました。どうもありがとうございました。というわけで本日の宿に到着。
急遽取ったんで山奥の宿しか空いてなかったのです。早速チェックインをしてルームツアーをしていきます。入ってすぐにベッドルームという感じですが、一人だと十分すぎるほどの広さがありますね。あの旅館によくある窓際のスペースもいい感じです。トイレも綺麗。この宿はもともと保養所だった場所らしく、結構壁が薄かったりするのですが、その分高級志向の宿が多い湯布院では格別にリーズナブル。私は快適に過ごせました。夜ご飯はスーパーで事前に調達したもの。今から山下れないですからね。たまに旅先でもスーパーのお惣菜を食べたりするのですが、九州はそのレベルの高さに毎度毎度驚かされます。やっぱりスーパーのお惣菜だからこそ、その県のグルメのポテンシャルがわかるっていうとこありますよね。九州のお刺身美味しい。大分名物、鶏天も食べます。これは冷めてて微妙でした。私のおすすめは別府駅近くの商店街のお惣菜屋さんで買う鶏天。あれは未だに時々思い出すほど美味しかった。食後に湯の坪街道にて閉まりかけだったスイーツ屋さんに滑り込みで買った温泉プリン。やはり温泉地で食べるプリンは別格ですよね。それをビールで流し込みます。ごちそうさまでした。さてさて、湯布院で一番の楽しみだったお風呂に入っていきます。この宿は時間制で貸し切りになっています。いやー、旅の疲れが癒されますね。北海道の稚内から旅をスタートさせ、ゴールはもう目前なのです。その前に一旦素通りしてしまった大分県の湯布院に戻ってこれて、ゆっくりできてゴールへの活力がみなぎってきました。いやー、いい湯でしたね。というわけで今回も動画見てくださってありがとうございます。次はいよいよクライマックスって感じです。それでは次の動画でお会いしましょう。本日のルートのおさらい。鹿児島中央駅を出発し、鹿児島本線、九州新幹線、鹿児島本線と乗り換えていきます。6時間ほどかけて北上していき、福岡県の久留米駅に。久留米駅からは九大本線を通って日田駅に行くところ、寄り道をして湯布院に行きました。今日は寄り道ルートでした。お疲れ様でした。